除雪に楽しみを。サムライチャンネルへようこそ。これは大変でしたね。さあ、今回はテンショナーの交換を行っていきます。春のオフシーズンメンテナンスの時にこのテンショナーのねメンテナンスを行ったんですけど、その時にね勘違いをしていまして、今ねこう手でシャーッと回ってるじゃないですか。そして若干ガタつきがあるんですけど、この勢いよくねシャーッと回ってる状態が適正な状態だと思い込んでしまいまして、そしてこの奥のねぬるぬるした感じ、これがね勢いよく回らないので、これが異常だと思ってしまったんですよね。まあ何年か前にねハンドスピナーって言って、ベアリングみたいなやつをね手で持ってねこうシャーッと回すねハンドスピナーっていうのが流行ったんですけど、あれのイメージがどうしても強くて、まあそれで勘違いしてしまったっていうのはあるんですけど、これねグリス切れを起こしてるからよく回ってたんですよね。これベアリングって中にねグリスが入ってるので、ヌメヌメしてるのが正常なんですよね。そしてねもうこれガタついてるんですよねベアリングが。まあそんなこともありまして、今回このテンショナーを交換していきたいと思います。そしてこのテンショナーはね取り外すときはいいんですけど、取り付けるときはとても大変なんですよ。まあ今大変だとね言ったんですけれども、取り外しのときにはねこの2本ナットを外せばいいだけの簡単取り外しなんですよね。そして簡単に取り外せるからといって何も考えずにね私のように取り外してってしまうと、後でとても苦労するようになるので、テンショナーがどのように取り付けられているのか、またテンショナーのね部品の組み付けがどんな風にねこう組み合わさってできているのかっていうのをねしっかりと記憶したり、またね写真やなんかでねこう記録しておくと、後で組み付けの時にとてもね役に立ちますので、参考にしていただけたらと思います。そしてオフシーズンメンテナンスのねメリットでもありデメリットでもあるんですけれども、まあ慌てなくていいやということで、部品が来るまでね1週間2週間経ってしまったとか、まあ来週の日曜日でいいやと時間を空けてしまいますと、どうなってたかね忘れてしまいますので、私はね今回自分で撮影したこの動画を改めて自分で見返して思い出したというね、そんなことをやりましたね。そしてこれが新しい部品ですね。走行系のテンショナーはもうアーム一体型になっていて、そしてオーガのテンショナーの方はこれねアームとは別々にね部品があるので、きっとオーガの方がね消耗が激しいので部品交換がしやすいようにあえて別々にしているのかな、なんていうのをね考えながら作業を行いました。そしてホンダの除雪ということで、この構造で思い出すのが1985年の世界耐久選手権 RVF750 に搭載されたプロアームじゃないですかね。プロアームってこう片側だけでリアホイールを支持して肩持ち式構造のスイングアームで、確かホイール交換がねこう非常にね早くできるということで、なんか当時のねこう画期的な構造にねなんかすごいなーっていうね、もう見た目のかっこよさだけでなんかすごいなーっていうね、そんな印象を覚えていますね。そしてこのホンダ除雪機にホンダレーシングのテクノロジーがね投入されていると勝手に思い込んでこの作業を行っています。そして今ね外れたのがこの付け根に挿入されているカラーですね。これプラスチック製なんですけど、グリスアップしていたせいかあまり摩耗がなくてね、まあできれば新品にしたいところではあったんですけど、まあそのままね再使用することにしました。そしてこれが新しいテンショナーですね。古いのと比べると少し抵抗感はあるんですけど、ヌルヌルしていてね非常に滑らかですね。そして先ほど取り外したカラーを根元のね穴のところに奥までしっかりと挿入をしておきます。そしてこちらがガタつきのある方のテンショナーですね。そしてこちらはねアームにナットで止まっているので、ナットの取り外しを行います。あ、これね今バネが落ちてしまったんですけど、これこの段階でね落ちてしまって欲しくなかったんですよね。わからなくならないようにねそのままつけて作業したかったんですけど、思いのほかナットが硬くて結局ね中途半端な形で落ちてしまいましたね。そしてこれが新品のテンショナー、やっぱりね新しくて綺麗ですね。
取り付けはね、ナットを締めるだけの簡単取り付けなんですけど、構造的にね、ちょっと締め付けがやりにくかったので、今回はね、インパクトレンチをね、部分的に使って締め付けることにしました。ここ結構外すのが大変だったので、ネジ止め剤がついてたかもしれなかったですね。まあ、この場所はね、簡単に点検できる位置にあるので、またね、次回ね、ここの位置は確認をしてみたいと思っています。それではすべての部品が整いましたので、組み付けを行っていきます。先ほどね、ポロッと取れてしまったバネですね。こちらの方を取り付けます。このバネの位置がね、非常に分かりにくいんですよね。そしてストッパーのついたこのメインシャフト。古いグリスをね、しっかりと拭き取って、新しいグリスを塗っていきます。この古いグリスをね、きれいにして、新しいグリスをね、塗布する瞬間って私好きなんですよね。新しいグリスをしっかりとつけて組み付けを行っていきます。ところがここでね、思わぬミスが発生するんですよ。今んとこですね、気づきましたかね。貼り付いていたワッシャーが脱落してね、ポロって落ちているのに、それにね、全く気づかずに作業を進めてしまってるんですよね。もう目の前にね、明らかに落ちてわかるはずなのに、全く気づいてないっていうね。そしてね、まだ落ちてるのに気づかず、割りピンまで刺してしまうというね、ミスを犯してしまいました。割りピンを曲げる前だったらね、簡単に抜けるんですけど、もうここでね、割りピンを曲げてしまうと。割りピンってね、抜くのがね、もう手間なんですよね、これ。しかし、そんなことにも気づかずね、私はね、もう、やっとできたということでね、もう満足してるんですけど、ここでふと気づくんですよ。このワッシャーの存在に。そしてまた割りピンを抜いてね、組み直すっていうことをね、やりましたね。まあ、こうしてね、失敗を繰り返して覚えていくっていうのがね、この DIY の楽しみですよね。そして次回またやるときにはね、また同じことやっちゃうんでしょうね、きっと。さあ、それでは4本のバネを取り付けていきます。取り付ける場所がわからなくならないように、きちんとね、並べておいておいたんですけど、ここからがね、大変なんですよね。上下4本のバネで、上と下から引っ張られた状態での取り付けとなるため、取り付けがね、とても大変なんですよ。で、私もね、作業に夢中になるあまり、肝心なところが撮影できていなくて、結果的にはですね、下側2本のバネを、下側引っ掛けておいて、その状態でテンショナーを装着します。そしてね、左側でナットを固定してから、今度ね、上のスプリングは、ワイヤーケーブルをね、外して取り付けた方が簡単に装着ができると思います。まあ、スプリングをね、こう力ずくでね、上にこうグイッと持ち上げて、引っ掛けられるような方はね、その方法が楽かなと思うんですけど、なかなかね、スプリングもね、力があるので、ラジオペンチやペンチでね、こうグイッと持ち上げて、引っ掛けてあげるっていうのがね、なかなかね、大変なんですよね。まあ、この時ね、いろいろ試行錯誤しまして、いろんなやり方を試してみたんですけど、下側2本のスプリングはもう力ずくで止めるしかないですね。下側はスプリングを引っ張って下に引っ掛けてもいいですし、スプリングを2本下側引っ掛けておいて、テンショナーごと引っ張り上げて装着する。まあ、そのどちらかの方法がね、いいと思います。そして上側のスプリングですね。こちらはね、もう力ずくでできる方は力ずくでやるのがシンプルな方法かなと思います。ただ力ずくでやるにはね、結構力がいりますんで、このね、ワイヤーケーブルをね、もう取り外してしまった方が取り付けが簡単かなというふうに思いました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やコメント、そしてグッドボタンが私の動画作成の原動力です。除雪に楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。